はい、どうも皆さん、こんにちは。スターリーの河野玄斗です。今回はですね、世界大学ランキング第1位のオックスフォード大学の入学試験を扱っていきます。このね、オックスフォード大学の問題、非常にね、パズルみたいで面白くて、そしてですね、実は小学生でもちゃんと考えれば解けます。この問題ですね、本当に面白いね、頭のいい体操になるので、ぜひね、皆さんも一度自分で解いてみるといいかなと思います。問題は、この5つの形の箱のどれかに商品が入っていますと。で、A さんは、その商品が入っている箱の色だけ知っていますよと。で、B さんは形だけ知っていますよと。で、この2人に対して、司会が答えは分かりましたかっていうふうに尋ねたところ、2人は同時に分かりませんっていうふうに答えました。それを受けて司会はもう一度答え分かったかと聞いたら二人は同時にまたね、分かりませんって答えて、最後にもう一回ね、司会が答えは分かったかって聞いたら二人はなんと分かりましたっていうふうに答えましたと。じゃあ、元々のね、この5つの箱のうちどれに商品が入っているでしょうっていうのがこの問題です。このね、二人がずーっと分かりません、分かりませんってね、答えてたのに、急に分かりましたって手のひらを返すのが、本当にね、不可解に感じる方もいると思うんですけど、一個一個追っていくと、実はね、ああ、確かにこのタイミングで分かりましたって言えるなというふうに納得できる問題。非常にね、面白い問題になってるわけです。この問題のポイントは、いかに情報を整理するか。今回、A さんは色を知っていて、B さんは形を知っているわけだから、A さん、B さん、それぞれの目線で、この5つの箱を分類してあげましょう。すると、色でね、分類すると赤を黄色、形で分類すると丸三角四角に整理することができますよね。こう整理できたらもう勝ちで、最初ね、答えを分かったか分かりません。この回答によって、まず、可能性として、この可能性消えるんですよ。なぜかというと、もし黄色い丸だったとしたら、A さんはね、黄色っていう風に言われてるはずで、もう黄色のね、形っていうのは一つしかないわけだから、もう分かってるはずなんですよ。でも A さんが分かんなかったってことは、黄色い丸ではないということが分かる。B さんもね、同様に、黄色の丸じゃないんだ、A さんが分からないってことは、っていう風に分かると。同じ理由で、このね、青い四角もないわけですね。B さんがね、もし四角って言われてたら、青い四角っていう風にすぐ分かってるはずなわけだから、青い四角ではない。で、A さんもね、ああ、B さんが分かんないってことは青い四角でもなかったんだっていうこともちゃんと読み取ってると。じゃあ続いて、答えは分かったかと2回目聞かれた時に分かりませんっていうふうに答えた理由は何かというと、これね、A さんの目線で言うと、この2つが消えてるわけだから、これもし青だったら青い三角形で確定してるわけ。だから、A さんは分かってるはずなんだけど、分かりませんって答えたってことは、青い三角じゃないっていうふうに言えるわけですよ。だから B さん的にもね、A さん分かんないってことは青い三角じゃなかったんだっていうことが分かるし、同様に B さんも、もし丸だったとしたら、もう赤い丸で確定しちゃって、分かりますってね、答えるはずなわけですよ。でも分かりませんって答えてるわけだから、赤い丸じゃないっていうことも分かるわけですよね。当然 A さん B さんがお互いに相手も分かりませんって言ってるってことは、ね、赤い丸じゃないんだとかね、青い三角じゃないんだっていうことはお互い認識しているわけなので、結局 A さん B さん目線で残るのは赤い三角になって、二人とも次の時点では分かりましたというふうに答えるわけです。よろしいですかね？この問題ね、分かってしまえば簡単なんですけど、本当に大事なことっていうのが、この不可解な状況っていうのをしっかりと整理して、A さんと B さんの目線それぞれに立って、ちゃんと分類してあげるということが重要なわけでした。オックスフォード大学はですね、こういった最低限の状況把握能力を皆さん持ってますかっていうことをね、この問題を通して通ったんだと思います。今後もね、こういった面白い問題たくさん取り扱っていこうと思うので、ぜひチャンネル登録、高評価、そしてこういう動画撮ってほしいよっていうのをコメントに残してもらえると嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。